NGT48 のメンバー、山口真帆が自身のツイッターで、グループのファンから暴行を受けていたことを告白。ネット上で波紋が広がっている。騒動のきっかけとなったのは、山口は8日に行った。ショールームでの動画配信。配信の途中、山口は号泣しながら、全部。本当のこと言いたいたけど 本当のこと言わないと何も解決しないしと言い、今村悦郎劇場支配人を名指しつつ、クリーンな、NGT にするって言ったのに、新しい NGT にするって言ったのに、悪いことしてるやつ解雇するって言ったくせに、何も対処してくれない、と告発。また、何者かにメンバーの個人情報が、漏れていることも示唆し。 生きてる感じがしない。真面目にやる方が悪いの。恋愛してる方が正義なの。何で真面目にやってる人がこんな目に遭わないといけないのかわからないと。トラブルがあったことを匂わせていた。トラブルの確信には触れなかったもののこの配信は途中で強制終了となりファンから心配の声が殺到。その後、 山口は、ツイッターを非公開にした上で、私は、先月公演終わり帰宅時に、男2人に襲われましたと告白、あるメンバーに公演の帰宅、時間を教えられ、あるメンバーに家、部屋を教えられ、また、あるメンバーは、私の家に行けと、犯人をそそのかしていましたと、犯人は、メンバーと関わりのある男性だったことを示唆した。 また、その後の投稿した画像の中では、暴行された様子を克明に描写。その中では、男性のうち一人が同じマンション内に、住んでいるメンバーの部屋から、出てきたことも記されており、最後には、警察に通報してあることや、メンバーが犯行に関わっていた、ことが事実であることが明らかになった、ことが綴られており、 ごめんなさい皆さんみんなの夢を壊すこと私も言いたくなかった私もできるなら1ヶ月前に戻って普通のアイドルでいたいとツイートしていたこの告発にネット上からはひどすぎる読んでて涙が出てきた運営が隠蔽しようとしてたってことを許せないこれはちゃんと対応してほしい あまた犯人をそそのかしたメンバーを特定しようとする動きもありグループ全体を揺るがす大問題に発展しようとしているその後山口は Twitter を公開の状態に戻し NGT48 のことどうか嫌いにならないでください真面目に頑張ってるメンバーもたくさんいます チームギガのことよろしくお願いします。とつづっておりファンから多数のエールが寄せられている。